もしもし、カホコです。はい、今日はね、タイトルにもある通り、私髪をね、自分で切りたいと思います。イエーイ。で、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけれども、なんかメッセージ来た。私ね、風邪をひきました。イエーイ。めったにね、ひかないんですよ、風邪は。だからすごいテンション上がっちゃう。ちょっとハスキーボイスでいいよね。風邪ひくと宇多田ヒカルさんの真似をね、したくなるのは私だけでしょうか。明日の今頃にはあなたはどこにどこにいるんだよ。明日の今頃は誰とどこで何やってるんだよ。で、なんで髪をね、切りたいって思ったかっていうと、私美容室が正直ちょっと苦手で、いつも自分で髪を切ったり染めたりしてるんですけど、私約2年ぐらい前かな、ちょうど2年前に髪をね、ショートカットにしたんですよ、自分で。で、ショートカットにして約2年間でここまで伸びたんですけど、それまでにね、めっちゃブリーチをしすぎて、黒染めしたりカラーしたり、もうすっごいもうゴワゴワで、もうね、痛みすぎて髪を洗うたびに髪がめちゃめちゃ抜けるし、見えますか？もうチリチリのチリチリのチリチリです。そろそろやばいなと思って髪をね、切ろうと思いました。イエーイ。で、今回どんな髪型にするかっていうと、ショートカットっていうよりかは前下がりボブにしたくて、私キングダムハーツのね、カイリちゃんがすごい好きなんですけど、キングダムハーツのカイリちゃんのこんな感じ、前下がりボブのね、赤い髪がすごい可愛いなと思って、最終形態としてはこんな感じにしたいんですけど、今回はまず髪を切るっていう段階をやっていこうと思います。緊張してきた。この前ゲーセンでね、大きいテレサのぬいぐるみを取ったんだけど、その時にいただいたこの大きい袋をこういう感じでやって切ろうかな。皆さん見てください、こういうのがね、やばいの。めっちゃ絡まるの、すぐ。はあ、緊張する。布切りバサミを使います。まあ別に何のハサミでもいいんですけど、私はいつもね、布切りバサミを使っています。やばい、緊張オブジョイトイ。ここぐらい。シザーハンズ。切っちゃった。やばくない？芸術的。とりあえず適当に全部切ります。もうここまで来たら何も怖いものはない。はい、こんな感じになりました。結構短くなった。でもまだ後ろとかはすごい適当で、こんな感じ、すごい汚いです。これからね、もっと綺麗に切っていきたいと思います。後ろ切るのがさ、すごく難しくて、やっぱり人の手を借りたいです。ということで、ちょっと後ろをね、綺麗に揃えていきたいと思います。はい、こんな感じになりました。ボリュームがすごいですね。ちょっともっと軽くしていきたいので、この100均で買ったギザギザのやつを使って軽い印象にしていきたいと思います。
うまくできるかな。うん、うん、やばい、後ろがね、全然わかんないの。難しい、難しい、全然わかんない。もうやりすぎた。だって後ろなんて見えないじゃん。わかるわけないよ、そんなの。はい、結構ね、切りました。だいぶ髪の量を薄くしたので、すごい軽くなりました。で、後ろがね、やっぱり難しくて、変ですかね、わかんない。ここら辺がね、もぞ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 してたので、カミソリでね、ビーってやっちゃってここら辺がハゲになりました。だいぶ髪型は帰りに近づいたんじゃないかなって思うんですけれども、結構前髪が長いので、少しだけ切りたいと思います。目に入った。だい、はい、こんな感じでいかがでしょうか。後ろがね、すごい不安です。変かな。もうね、体中にね、髪の毛がついてて、どうしたらいいのかわかんない。もうお洋服が髪の毛だらけ。はい、ということでね、せっかく髪を可愛くしたので、メイクをしていこうと思います。イエイ。はい、こんな感じでメイクもしっかりとしてきました。いかがでしょうか。慣れない。なんかわかんない。とにかくかっこいい女の子を目指してたのに、なんかちょっとあざとい感じになっちゃった気がする。どうしよう、私可愛くなっちゃったかも。可愛いとかじゃなくて、かっこよくなりたかったのに、どうしてこんなんなっちゃったんだろうか。キングダムハーツの帰りにね、なりたいの私は。だからこの髪色はね、全然似てないので、これからね、赤く染めようかなって思っています。どう、可愛い、可愛いですか。わかんない、自分じゃわかんないよね。ぜひコメントで教えていただけると幸いです。私耳開けてないんですけど、こういうなんかイヤーカフスみたいなやつをつけてみました。で、さっきとね、ちょっと髪色変わったの気づいた方いらっしゃるかもしれないんですけれども、お家にマニックパニックの紫がね、ちょっと残ってたので、トリートメントと紫をこう混ぜてちょっとね、つけてみたの。そしたらこんなよくわかんない色になっちゃった。なんかこういう男の子いるよね。私こっちの顔しか盛れないの。こっち全然盛れない。しゃくれてるの、こっちの方が。不思議でしょ。なんかさ、切れば切るほどもっと切りたくなってくるの。なんかもっと切りたくなっちゃった。キノコみたいでやだ。かっこいいですか、これって。どうなの、かっこいいねえ。私しゃくれてるから鼻水出てくる。私しゃくれてるからさ、しゃくれてるのがより一層目立つ髪型なんですけれども、まあ割と気に入ってる。80点満点中62点ぐらい気に入ってます。中でもすごい楽、軽いし。でもこれから冬なのにさ、ここがスカスカで寒いなみたいな。マフラーをね、たくさん巻きたいと思います。なんかやっぱりイメチェンすると気分が上がりますね。ちょっとこれからはワンピースとかスカートとか、今までもそんなに履かなかったんですけれども、さらに履かなくなっちゃうね。これはボーイッシュな格好ばっかりしちゃいそうですけれども、まあ髪長くしたいなって思ったら、ちょっとウィッグかぶったりとかして、いろいろ楽しみたいなと思います。はい、ということで、このヘアスタイルがいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。